で、カルル君自体の必殺技がそんなないってことだな。あ、しまった。このまま素通だな。なんだろう、ここのところ随分と頭。うん、姉さん大丈夫。多分ただの偏頭痛だから心配しないでね。アークエネミー、ニルバーナに被害蓄積。対象に障害なし。姉さん、姉さん、やめろ。アークエネミー、ニルバーナの破壊を完了。姉さん、僕の知らない記憶。なんでもないよ姉さん。うん、行こう。どうしたのお姉さん。あれはラクナザブラッドエッジ。今日は運がいいね姉さん。お、ラクナザブラッドエッジの他にそこの影ならちょうどいいかな。二人か、他にはいないみたいだけど、ここからじゃすありました。ラグナザ、この声、ノエル先輩。あ、あれ、どうしたの。ノエル先輩が気になるの。僕らの目的はなんだろう。好きだらけなんだけど。うん、わかってる。で、そこの覗き野郎、てめえはいつまで見てるんだ。気づかれてましたか。さすがはラグナザブラッドエッジですね。てめえは確か戸が多いの。何の用だよ。ガキと遊んでる時間はねえんだけどな。いいえ、こちらにはあるんです、ラグナザブラッドエッジさん。おい、忠告しといてよ。俺は今すげえ機嫌が悪いんだよ。ぶった切られたくなければ。それで引くとお思いですか。ちだろうな。姉さん、ラグナザブラッドエッジを倒そう。それでは行きます。よく勝った。カロル君、攻撃力がない。姉さんを前に。The will of fate is turning. Rebel One, action. アニマ、ヘア、ヘア、どうだ、どうだ、アニマ、どうだ、キャン、うせ、カルダーゲ、うせ、カウチ、お願い、やめろ、キャン、マーコ、いてぞ、姉さん、これからです、デッドスパイク、うせ。町キャラなんや、ね、だから言っただろうが。町はめ後悔しても遅えぞ、クソガキが。やはり次
強 い, いや俺っっ最初に言ったよな、手加減はしねえぜ。いや買ったって。消えな姉さん。ジン、あれ姉さん、ありがとう姉さん。てめえニルバーナ、このクソ野郎が。あれ飛ばなきゃ、飛ばなきゃ。このカルル君の、カルル殿、いさかいの音が聞こえたから来てみれば。遅かったでご。このゲーム飛び技って言わないよ。あ、何のエルド？銃が。なんと、ライチ殿が不在とな。うん、ちょっと大事な用事があるみたいでさ。これは参った。とりあえずその子をベッドに寝かせてあげよう。応急処置ぐらいなら僕もできるからさ。おう、かたじけないでござる。こういう子結構好きなんだな。待ちなさい。ん、あなたカルル君に何をしたの？拙者でござる。あなた以外に誰がいるんです？こんなに傷だらけで。カルル君、今助けるから。ちょっと待つでござる。それは大きな誤解でござるよ。犯罪者はみんなそう言うんです。は、犯罪者？そこのお姉さん、この人は本当に違うよ。あなたは？僕はこの診療所の助手。バングさんはその子が怪我をしたって言って連れてきてくれただけだから。嘘ではなさそうですね。いやいや、誤解が解けたならそれでいいでござるよ。しかし犯罪者とは、全くこのどこから見ても清廉潔白のイカルガ男児を捕まえて。何か言いました？何でもないでござる。とにかくカルル君は早く。なか、人形が一人でに。下ろしてください、バングさん。カルル殿、気がついた。姉さん、敵なんだね。うん、分かってる。姉さんが敵だって言うなら、そ、え、そういうわけですから、ノエル先輩。よし、ケラちゃう。押してもうた。 The wheel of fate is turning. Rebel 1 Action. アニマ、やっ、カウンター。大丈夫、ヘア強くいきます。カウンターミレー、やっ、やっ、強くいきます。やっ、立て直していきます。終局です、ノエル先輩。さようなら。させる。どうしてですか、バングさん。拙者、決闘に水を差す気は毛頭ござらん。しかしこれは決闘ではない。何か今のカルル殿は様子が変でござるよ。
こちらの女子はお主の手当てを手伝おうとしただけでござる。戦闘する意思は全くなかったでござるよ。バングさん、どうしたでござるか。少し頭を冷やすでござる。何を知ってるんだ。僕の何を知っているというんですか。あなたはもう僕に構わないでくれ。行こう姉さん。カルル殿、待つでござる。まだ傷が。下選んだら逆ルート行くんかな、多分。ううん、大丈夫だよ姉さん、心配しないで。少し疲れただけだから。再生の術式を内包した回復薬、反動が怖いけど仕方ないか。姉さんどうしたの。その制服は第ゼロ師団ですよね。どなたですか。僕には審判の羽に知り合いなんていないはずですが。カルル・クローバー、あなたカルル君よね。私よカルル君、椿弥生、覚えている。椿先輩、覚えていてくれたのね。嬉しいわ。椿先輩は第ゼロ師団へ行ったんですね。さすがは名門弥生家といったところですか。何かしら。第ゼロ師団は事実上統制機構の最上位に位置する。椿先輩ほどの立場なら僕の父の居場所を知る。あなたの弟、レリウス・クローバー。あ、まさか。その顔ご存知のようですね。カレル君、本気なの。本気でなければ僕は今ここにいません。そのくらいわかるでしょう。幕愛劇はここまでですよ。あんましカレル君と話す情報って言うと怒られるな。言うたら怒られるな。 The will of fate is turning. Rebel 1 Action Counter。 さすがパンチ。アニマ、まだまだカンタービー、まだまだトンボパンチ。強くいきます。そうだ、強くいきます。もう来た。最初トンボカルル君、最初あなたも。僕はその傷では無理よ。The will of fate is turning. Rebel One, Action。 やっ、無駄よカルル君。おね、次行きますよ。この力を、キャーコンボ、パッチ、キャッチ、キャー。強く行きます。待ってください。フェイト、どうだ。まだまだ強く行きます。コンボカウンター。
怪しい商人だったけど、あの回復薬ちゃんと効いてくれたみたいだ。カレル君。さあ椿先輩、話していただけますよね。させないよ。やカルル君、久しぶり。今度は誠先輩ですか。今日はなぜか懐かしい人総会だったらよかったんだけどな。それにしてもカルル君は相変わらずちっこくって可愛いね。何でも言うこと聞いてあげたくなっちゃうんだけど。椿を渡すわけにはいかないよ。どうして邪魔をするんですか誠先輩。親友だからだよ。僕には理解しがたいですね。それより誠先輩、その漆黒の制服は。ならあなたの方が詳しそうだ。父？父って父ちゃんってこと？デリウス・クローバーだそうよ。私はいいから逃げて誠。彼は思っているよりずっと。うわぁ、少年漫画っぽい展開だねこれ。それで椿を置いて逃げると思う？誠、椿、今は喋らなくていいから。誠先輩もやっぱりご存知なんですね。逃げるよ椿。え？逃がすとお思いですか。おっと、甘い甘い、見極めが甘いねカレル君。じゃあ待て。早い、これはチャンスだ。どうしたの姉さん。この、うん、ありが、まあぶっちゃけ諜報部の仕事なんだけど。そうね、うん、そうしましょう。って言ったそばからなんだけどさ椿。どうなのって答えようがないわ。つまり今の仕事に疑問とか。どうしてそんなことを。統制機構帝の御事は絶対よ。いいも悪いもないわ。この世界誠前にも、いや何回も話してることだけど、私は戦争のない。そっか誠。いいってこと。統制機構、ここで待っていればあの二人もいずれ。姉さんどうかした？来た。ああ、ジンが来るんか。カルル君、よかった、ここにいたのね。あなたはオリエントタウンの診療所の。インファから話を聞いてバングさんと一緒に探していたのよ。傷がまだ治っていないからって。構わないでくださいって僕言いましたよね。それに傷なんてもうないですよ。え、かなりの重傷って。カルル、さすがにお医者様だけあってわかるんですね。でも別にあなたに関係ない。ふざけないで。その薬は確かに回復力はすごいけれど、それは一時的なものなの。だから服用し続けることによって痛みを忘れようと中毒化してしまう。それはイカルガ内戦時に最前線の兵士に与えられた薬なのよ。そんなこと僕が一番よく知ってますよ。で、それがな。ラングさんが不思議がっていたわ。
誰と戦ったかは知らないけど、うまく加減されていたって。けどあれは普通に動けるような怪我ではない。でもあなたは立ち上がって少尉さんと戦った。先輩たちもバングさんも大人はいつもそうだ。おじさんたちだって優しいふりをして。カルル君、あなたがどんな人生を送ってきたか私には分からない。でも私は。いいから僕にもう関わらないでくださいよ。The wheel of fate is turning. Rebel 1. Action. これからです。強くいきます。これからです。アニマ、どうだ、強くいきます。そんな、そんな、カウント。次いきますよ。はい、どうだ、カウント。そんな、振りなさい。強くいきます。どうだ、テア、ビバーチャル。どうだ、テア、大チャリ。ニルバーナが、と、姉さん、今のは、どうして。カルル君、分かってくれたの？違う！違う！大人。でも、僕は、どうしたら。姉さん、どうして僕は泣いているんだろう。おかしいな、姉さんじゃないって分かってるのに。ごめんなさい。私はあなたのお姉さんではないけれど、でもこうしてあげることはできるわ。おしゃ、泣くことは恥ずかしいことなんかじゃないわ。涙を流せるなら、あなたはまだ戻ることができるから。姉さん、僕は姉さんと暮らしていければそれでよかったんだ。それなのに、それなのに、あいつは、あいつが。本当に辛かったのね。ところをお見せして。こら、そういう気遣いはいらないわ。私だって泣くことぐらいあるもの。ライチさんも。ええ、だからいい。はい。あと、ちゃんと治療はしないと。もう回復薬に頼ってはダメ。え、
こういう時は素直に言うことを聞くものよ。そうですね。お邪魔させてもらいます。姉さんもそうしようって。ほう、確かにエイダに似ているな。どうしたのカルル君。あら、あの人。貴様、なかなかいい像だ。だがまだ浅い。なぜ姉さんをあんな目に合わせた。あんな目。僕の頭から離れないんだ、あの時のあの光景が。それをお父さん、まさかあなたがレリウス・クローバー、狂気の人形師。あ、それか。アークエネミー、ニルバーナ。そうだな、今思えばいい研究資料だった。エイダにも協力してもらって助かった。協力？姉さんを機械に組み込んで、あれが協力だっていうのか。十分に自分の役目を果たした。そんな、ひどい。ライチさん、ごめんなさい。姉さん、何この感覚は。ぎゅーっ。うそ。シンク、ニルバーナ、デトネーター、イグニス。イグニス？まさか。そうだ、これこそ私の悲願のよりしろとなるべきものだ。そのような完全なものでは意味がない。完全な次元境界接触用素体、あれも作ってはみたが、あれではダメだ。あれはすでに完全だ。それを教えてくれたのがエイダだ。あれには感謝している。貴様がその名前を口にするな。うん、なかなかだ。カルル君、大丈夫？カルル君、あなた自分の子供に。そこの、確か見覚えがあるな。あれは確か。あなた博士を知っているの？イグニスを。これを共に創造したのはここの絵だ。嘘、博士が？ふん、そうだ、ここの絵。やつも新アーキテクトとなり得たものだ。新アーキテクト？だがやつはその技を捨ててしまったようだからな。博士がアークエネミーを。久しぶりに話しすぎたか。イグニス、終わらせ。ニルバーナ？ねえ、さあ。面白い反応をする。ムラクモが目覚め。ニルバーナ、ありがとう。カルル君、カルル君、はあ、大丈夫？ああ、
が目的だったのか、どうぞ。カルル君、どうしたの、やめなさ。一体どうしたの、カルル君。落ち着けるわけないじゃないですか。だってイグニス・クローバー、あれは僕の母です。え、よしっと。姉さん準備できたよ。ごめんね姉さん、無理ばっかりさせて。うん、分かってるよ。父さんはこの僕が必ず倒す。でも今の僕じゃ。だからこそ青の魔導書を手に入れる。そして父さんを倒して姉さんを救ってみせる。でね、イカルガに向かおうと思うんだ。あのデトネーターイグニスを創造したっていうイカルガにね。でラグナザ・ブラッドエッジもイカルガに向かったっていう情報を聞いたんだ。それにあの第七機関も。さてと、あ、ごめん。ライツさん、バングさん、黙って。もし僕が大人になるようなら、あなたたちライチさんみたいになりたいと思います。バングみたいにはなりたくないっていうことだよな。ライチはいい大人やで。パコ痛いわ、ずっとパコ痛い。